してたので、そう、配信できなくって、一段落ついて少し安心したので、そうですね、してみました。話したかったでしょう、早く。え、めっちゃバヤってる さっきまで練習してたので、そう、バヤってます。激しかった。僕大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ねえ、聞いてください。今、スムージーを買ってきた。あと、大好きなクッキーも買ってきた。激しくバヤ、そうなんですよ。ねえ、何のお話ししましょう。なんかたくさんありますよね。もうだって、ねえ、もうたくさんありますよ。握手会だったりツアーとかね。もうた本当ですよ、盛りだくさんですよ。スムージー、メロン、なんかめっちゃ美味しそうだったので、そう、かわいいな、ダンボール衣装 ね、あれめちゃくちゃかわいかったですよね、皆さん。めっちゃかわいかったですよね、もう。ねえ、わかります。面白かった。メロン美味しそう、めっちゃ美味しい。なんか蜂蜜入ってるらしくて、めっちゃ美味しいですよ。ねえ、次誰がどんな格好をするんですかね、本当に楽しみ。ほぼすっぴん、ほぼすっぴん。そう、私なんだろう、私何も知らないんですよ。その明太子着たいな いただきます。明太子、今日明太子食べた。明太子のおにぎりとたらこのおにぎり食べた。メモする、メイメイもする。え、わかんないんですよ。したい、したいんですよ。ゆっくり食べてね。ありがとうございます。うんふん、うんふん。両方飲むたら、そうなんですよ 秀吉さんしちゃう？しちゃいます？あり。うん。面白い女 集中したり ASM 間違いない そう、ちょっと今食べてます。体調は、私めっちゃ元気です。大丈夫。昨日お肉も食べたんですよ。なのでもうエネルギーたくさん。うん、牛タン食べましたよ。食べました。面白かった。どの辺か飲んでないんですよ。うん、私ずんだがなんか昔一回食べてちょっと苦手だったイメージがあって、それから食べれてないんですよね。やばい、めっちゃパヤパヤしてる、ごめんなさい。ミミカフェオレ好きです。ずんだすげえ混んでますよね、本当に。枝豆をたくさん、普通のそのままの枝豆は大好きなんですけど、そう、なんかずんだがのんのんのんでした。多分わからないんですよね。花だれ並みにずんだ 本当ですか、そんな嬉しい。
写真採用たく、お、よかったです。もうそう、ツアーの写真、え、もう本当にもうめちゃくちゃ嬉しくて、私とじゃない、私を撮ってねくださるなんてね、もう思ってなかったですから、もう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そう、なんかなんだろう、なんかあ、なんかザ・アイドルみたいなもう感じがしてすごく嬉しかったんですよね。そう、美味しかったじゃない間違った、嬉しかったです。だからまたなんかいろんな写真撮ってくださってたら見たいな。表情が素敵、ありがとうございます、嬉しい。前髪自分、うん、切ってる、自分で切ってる、美味しかった、うん、なんでだろう、ね、なんでだろう、今ので、多分そういうこと、ある意味で美味しいね間違いないですね、うん、そう、ハッシュタグ好きなんだ、あの最初のチャ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 のこれをこの瞬間結構あざとめやったので、そこ撮ってくださってもう本当に嬉しかった、超漏れてた超漏れてたとか自分で言っちゃうんですけど、そう漏れてた、嬉しい。最近2回方ありがとうございます。そう、そうなんです。あとなんだろう、あれは、あれあれ、皆さん、君と僕の確かなポリスタン、あと夢見てごめんとか、いろいろお話ししましょうどうでした、どうでしたか、皆さん、よかったですか。はい、あずきさんの、そう、センターのウォルさん、本当にめっちゃいい曲ですよね、わかります、めっちゃ、なんかもう初めに送られてきた時にもう神曲だねっていう話をしてました。うん、すごいいい曲で、なんかこのサビの振りを一緒にペンライトでやるみたいな、そういうのもあってすごくねえ、なんかファンの皆さんと一緒になんか気持ちが一つになるような曲だなって思いました。夢見てごめん、もうかわいい子のお振りはもうとても大好きです。なんかあざとさ、あざとさ全開みたいな、すごく好き。やばい、待って、髪がボーボーボーンって感じ、どうしよう今日そうなんです、20時まで。ここからどこへ向かおうかね、わかります、めっちゃいいですよね。そうなの、すごくいい曲、好きです。顔と同じくらいの毛量どういうこと、髪と、え、髪と顔、え、ちょっと待って、どういうことだろう、うん、わかんない。まあパヤパヤでも可愛いっていうことだねうん、うん、そういうことにしよう。はい、あとなんだろうね、たくさんありますよ。私の握手会ってどんな感じ、ええ、どんな感じですか皆さん、
なんだろう、なんかすごく楽しいですよ。なんだろう、私はデスピノートに結構書くので、話したいこととかいろいろ書くから、それをその時に話したり、まあ、やっぱり握力が一番わかります。もう楽しい、すごく楽しいと思う。そう、すごく楽しいと思います。アカウント認知はすごい。あ私もう得意なんですよ。そうだから、そうですね、なんかコメントとかしてくださったりしてる方とかはすぐ覚えますし、メールの返信とかもしてくださる方も結構覚えてます。そう、時間、そう、時間あっという間ですね。めっちゃあっという間、早い早い、楽しい。飛行機雲ラストよかったね。あら、ありがとうございます。ちゃっちゃんちゃん、楽しかった飛行機雲。皆さんと一緒にこうやってタオル回して。ノートどんなこと書いてるの？なんだろう、アカウントのお名前とプラス、この方は南部に来てくださるとか、あとはなんか結構前のツイートとかで私のことをなんか褒めてくださったり、あとはなんか、なんだろう、好きな食べ物とかを書いてくださったりとかしてる方はなんか書いてる、そこに。毎回なんか お話し会とか握手会のたびに書いてますね。ちゃんとお話し終わった内容、あ、そうですね、そう、内容チェックしといた。ノートの2冊、なんかいろいろなんか書いてたらもう2冊目いきました。早い早い。ねえ、そうだから私のデスペノートに書かれたいって方はぜひ私に会いに来てください。そう、そうなんです。僕も書かれてるのかな。書かれてますよ。握手むちゃくちゃ楽しい。よかったです、嬉しい。そう、嬉しいです、そう言っていただけるのがすごく嬉しいので、また来てください。まあ、でも本当に何回も来てくださる方はマジで覚えます、すぐね。なんか1回2回だと、あ、何でしたっけ、覚えてるんですけどっていう感じなんですけど、でも何回も来てくださってると、あ、わかりますよってなる。そう、おすすめの部は、8月24の2部と8月25の2部です。そう、どちらも3部は完売されてて、そうだから、そうですね、やっぱり直接がすごく嬉しいので、できたら直接お会いしたい。まだ1回しか行けてない。いいね、じゃあゆっくりで。ハリーさん、こんばんは。あら、こんばんは。タメ口あり、あり、ありです。みんな聞きました、今がチャンス。ありがとうございます。そうなんです、チャンス、チャンス、チャンス。そう、あと5分、早い、楽しい時間あっという間だ。クッキー食べ、
早い。うん、あさって大阪か。ん、早い。ん、大阪だ。すごい、やった、楽しみですね皆さん。え、どのくらい来てくださるんだろう、楽しみ。この後練習ですよ。でも、まあ、長くするので、まあちょっと8時過ぎても大丈夫かな。大阪は何回もあります。うん、うんうんうん、ゆば、ゆば待って、びっくりした、ユニバびっくりした、え、ユニバーは3回ぐらい。ユニバー、はい、ユニバーですね。ユニバーは3回ぐらい。びっくりした、やめてくださいよ私もう。いや内緒、内緒ですよ。結構行ってるんですよ。なんか卒業旅行で友達と行ったりとかして、そこで3回。うんうん、クッキー美味しい。カニが生えた。え、私今年1回も刺されてないんですよ、すごくないですか。うん、メイメイカチューつけてユニバー、そうですね、めっちゃ満喫するタイプ。チリは苦手だけどはい、大阪は分かりますよ。福岡と長崎と大阪は分かります。うん、大型が刺さ、大型か、なんとなくあっちの方、そうなんですよ。え、ちょっと、え、か、関西弁、え、せやな、わからへんわ難しい、ほんま、ごめんやで、大好きやで。埼玉はわかります。エセカンバーカーサーバーもかわいい、ありがとうこれ以上はもう、もう全然私もうできない。なんだろう、お話はこのぐらいなのかな。もうちょっとなんか深く深掘りしていっていきたいんですが、そろそろお時間なんですよね。はい、そう、今日僕の太陽公演出演発表させていただいて、早くお伝えしたくてすごく頑張ってました。でもまだ1週間あるので、この1週間のうちにできることは全部やって、本当に先輩と出られる本当に貴重な公演なので、本当に当日まで頑張りたいと思います。
そう。いろいろね、先輩にも聞いて、いろいろ助けていただいているので、もっと頑張ります。まあとりあえず明日はただいま恋愛中公演で、28日もただいま恋愛中公演昼夜、そして29日が僕の太陽公演ということで、皆さん私の公演に遊びに来てくださると嬉しいです。ほんとでもすごいたくさん会えますね、ここ最近。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。なので会えますように、皆さん当たりますように。はい、たくさんコールありがとうございます。7月12日、最善で、ありがとうございます、ありがとうございます。あれかな、お見送りでもお話ししたかな、確か。何歳？19歳。仙台公演は家族、あ、そう、私姉が来てたんです、それだけ言いたい。そう、仙台公演姉が見に来てくれてて嬉しかったっていうお話。そう、姉が見に来ていました。そうなの、いたの、お昼いた。家族は配信で見てました。お姉やん、うん、ってくれたよ。どっちの姉？真ん中の姉。あー、うん、一番上の姉。はい、嬉しかったなーって、その共有もさせていただきました。ではでは、また今度お話ししましょう。じゃあまたね、皆さん楽しかったです。宮原も今日お疲れ様でした。えらいえらい、皆さんえらいよ。明日も一緒に頑張りましょうね。バイバイ、また会おう。こんなボサボサですいません。次はもっと可愛くしてお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。間違えた。